こんにちは。こんにちは。キュアレアシスタントのミレイです。はい。今回はオーガニックアロマについてお話を伺いたいと思います。はい。お願いします。はい。アロマなんですけど、はい。皆さんアロマよく使ったことありますか？実はですね。はい。はい、はい、アロマはもともと好きだったんですけど、うん、だいぶ前に仕事でそのエステティシャンをやっていったことがありまして、はい、でその時に、施術の中でアロマオイルマッサージっていうのがあったんですね、うん、なんで、店内でそこでこう得た知識とかを考慮してこう使ってたっていうくらいなんですけど、うん、でも、はい、寝る時とかにも落ち着く成分が入ってるってことなんで、うん、結構日々取り入れたりしてますね、うん。結構セラピストさんとかはアロマって使われますよね、はいはい、そうです ね、あと精油とかじゃなくて、うん、あとお香みたいなのを使って香りをこう作って空間を演出するなんていうこともありますから、はい、結構香りを、はい、好まれてる方っていうのが多いのかなと思うんですけども、はい、僕らキュアレの方でも、はい、その香りっていうのは直接こう吸引して、ある意味神経の塊じゃないですか、はい、脳に刺激を行って、はい、で、鎮静作用だったりとか覚醒作用があるよっていうのは、はい、一般的にも言われてますよね、はいはい、そういう意味で体の歪みを整えたり、あとこうドリンクで内側からきれいにしていたとしても、結構こういろんな部分でのストレスに対してダイレクトに、ケアできるものがあるとよりいいねっていうことで、ちょっと香りの部分も、着手したっていうのが、そもそもスタートではありますね、はい、だから結構香りっていうのはなんて言うんでしょうね、取り入れていただきやすいものにはなるのかなと思いますね、はい、女性は好きだと思います、うん、はい、そうですよね、はい、でアロマっていろんな種類あるじゃないですか、はい、正直僕はそこまで詳しいわけではないんですけど、どれぐらいですか？いやでも本当代表的な、そういうフローラル系とか、はいはいはい、フルーツ系とかこうハーブ系とか、そういったレモングラスとかこう、落ち着く作用とか、お掃除に使えたりとかっていうぐらいしか分かんないですけど、はい、はい、ラベンダーとかよくね、眠りにいいねっていうとか、はい、ありますよね、はいはい、でも完全にこのオイル1本なんですけど、はい、こんな香りなんですよ。はい、ん？ハーブ系。ハーブ系かもしれないですね。はい、はい。ちょっと確かに柑橘っぽいのも。うん、レモンの香りがする、うん、はい。この香りができたちょっとストーリーだけ、お話ししますと、はい、気になります、はい。はい。一般的な精油の配合ブレンドの仕方って、はい、こういう効果を出したいからっていうことで、うん、こういう効果がある精油、こういう効果がある精油、こういう効果がある精油っていうのを、あとは自分のチョイスで好きな香りに調合していくみたいなやり方だと思うんですけど、ちょっとキュアで独特で、香りを嗅いで、嗅いだ後の体の状況を、反応を見てブレンドをしてったっていう、組み立て方をしてるんですね。だからちょっと違うんですよ、作り方、ブレンドの仕方がちょっと違っていて、はいはい、75種類とか80種類の、オーガニックの、アロマ原液を入手しまして、一つ一つの精油の体の反応を見ながら、どれぐらいの配合バランスで、調合したら一番体がこう反応してリラックスできるのかっていうのを、見つけていったっていうものなんですね。はい、代表の生態師の熊谷がチェック一個一個したりし、た形になるんですけども、ひたすら香りを香りを置いて、このアロマじゃない、このアロマをちょっと置いてみようみたいな感じで、一つのアロマじゃないので、もういろんなパターンを見合わせながらチェックしていったっていう、行き着いたアロマなんですよ。だから、この香りいいなって言って香りを好き嫌いで見つけていったんじゃなくて、体に効いた、体にアロマです。すごい。これはじゃあ嗅いだだけで体にすぐこう、そうなんですね、反応が、はい
結構こう緊張しているもの状態を嗅いだ途端にふわっと肩なんかが上がるようになるっていうのがあったりするので、面白い反応が出たりします。すごいですね。仮にもしね、こう動画だと分かりづらいと思いますけど、そういう感じになったらいいですよね。いいです。部屋の中がそういう香りだったりもう常にこう常に常にすごいですね。常に持ち歩けますよ、ね、はい、もう話せなくなっちゃいますね。もう嫌な常識たつら、あ、感じてるみたいな。ね、できますよ、ね、はい。でも常にその、はい、いい状態をもうキープしてもらいたいなっていうので、はい、香りっていうのはやっぱりとっつきやすいっていうのがあったので、うん、はい、このおすすめのアイテムになってます。そうなんですね、はい、はい、よくわかりました、はい、ますます興味しましますもん、はい、ありがとうございます、はいはい、皆さんも参考にしてみてください、はい、ありがとうございます。